こんにちは。管理栄養士の赤松るみです。今回は、高血圧の人におすすめの食事についてお話しします。まず、高血圧の定義と原因、高血圧を予防する食事のポイント、そして、高血圧を予防する食事の実践方法という流れでご説明していきます。まず、高血圧の定義は、 高血圧治療ガイドラインによると、診察室で測った血圧の上が140以上、または下が90以上、そのどちらか、もしくは両方を満たす場合、というふうにされています。高血圧の原因は、明らかに病気が原因の方というのもおられますが、日本人の8割から9割は、食生活や生活習慣が原因と言われています。 その、後者についての原因についてお伝えすると、まずは、老化、あと、肥満、塩分の取りすぎ、お酒の飲みすぎ、喫煙、運動不足や睡眠不足、そして遺伝などです。この中で、老化と遺伝に対し関しては、防ぎようがないんですけれど、他の項目については、自分の意思で、 変えることはできます。そこで、この後は、主に食生活についてどういうふうに変えていけばいいかをご説明していきます。では、高血圧を予防する食事のポイントです。一つ目は、塩分の多い食品、食べ物を減らすです。高血圧の方は、1日 6g 未満に 塩分を抑えるといいとされています。ということは、1食あたり2グラムですね。結構少ないんですけれど、どれぐらいかピンとこない方もいると思うので、具体的な食べ物で説明します。朝、パンを食べるとすると、6枚切りの食パン1枚に目玉焼き、ウインナー2本、サラダにドレッシングをかけて食べると、 大体3 1ム程度。もうすでに2ムオーバーですね。お昼に牛丼を食べると2 7ム。つゆ落にしたり、頭大盛りにしたり、紅生姜を乗せたり、味噌汁をつけるともっと上がります。ラーメンだったら1杯6 5ム以上。 もうこれだけで1日の塩分量を超えてますよね。1日 6g 以内に抑えるということがどれぐらい難しいか想像できたでしょうか。ここからではどんな風にしていけばいいかというポイントをいくつかご紹介します。まず塩分を減らすために香辛料や香味野菜を利用してみてください。香辛料は 胡椒やカレー粉など、スパイスと呼ばれるものです。これらは塩分は含まれていません。ですので、味付けをするときに塩をたっぷりかけるより胡椒を少し効かせてみる。いつもは塩分で味付けているところをカレー粉をあえることで塩分を抑えるということをすると減塩につながります。また、 果物の柑橘類の酸味を利用するというのもおすすめです。サラダに果物を混ぜたりして、ちょっとドレッシングを控えるということをすると、美味しいし、ね、減、えっと、塩にもなりますね。減塩調味料を使うというのもお手軽でおすすめです。外食や加工品を控えるというのもいい方法です。 外食や加工品、どうしても塩分量が多くなりがちなので、利用する回数がもともととても多いという方は、少し控えていくといいと思います。また、完成した料理に味も見ずにソースや醤油をドバドバーっとかける人、それは一旦やめましょう。まずは味を見てから、美味しいかどうか確認してから、 かけるや、もしくは、基本的にはかけないことをおすすめします。あと、麺類の汁は残すことをおすすめしています。そして、そもそも食べ過ぎないということも大事です。食べ過ぎてしまうと、トータルで取る塩分増えますよね。ですのであの、適量を食べるように心がけてください。 そして、高血圧を予防する食事のポイント、二つ目は、野菜、海藻、まあ、あの果物をしっかり摂るということです。これらの食品は、カリウムや食物繊維を多く含んでいるからです。カリウムは、塩分を体の外に出してくれるというミネラルです。取るときは、生で、 もしくは汁ごと取れるもので食べるようにしてください。カリウムは水に溶ける性質があるので、茹でてしまうとその茹で汁に流れていってしまうからなんです。また、食物繊維も塩分を体のストに出す手伝いをしてくれますので、野菜、海藻、果物しっかりとっていきましょう。 そして高血圧を予防する食事のポイント、最後はアルコールを取りすぎないということです。適度な飲酒はリラックス効果もあるので血圧を一時的に下げることはしてくれるんですけれど飲みすぎると最終的に血圧は上がると言われています。またたくさん飲む方はおつまみで塩分が多いものを食べがちですので そういう意味でもアルコールの飲みすぎ、またおつまみの食べすぎには気をつけてください。では、ここから高血圧を予防する食事の実践方法についてお伝えします。ポイントは3つです。1つ目は、主食は白ご飯にするです。主食、ご飯、パン、麺ありますが、 この中で塩分がゼロなのが白ご飯です。主食をご飯にすることで、そこから取る塩分量をゼロにできるので、トータルで取る塩分が少なくなります。そしてポイントの二つ目。一汁一菜の献立にするです。高血圧の方でよくやりがちなのは、 体重を気にして主食のご飯を抜いておかずだけを食べるという方法です。これをすると塩分ゼロのご飯をなくしてその分おかずを食べてしまうので結局トータルで取る塩分が増えてしまいがちです。おかずは一汁一菜、まあ、汁物とメイン一杯 一品程度というふうに品数を絞ることで塩分量を抑えることにつながります。また、汁物、の血圧が高い方気にして飲まないという方も多いんですけれど、取るときには注意点があります。必ず具だくさんにしてください。入れる具は野菜や海藻、キノコなど 食物繊維やカリウムがたっぷり含まれているものがおすすめです。味噌汁の塩分、大体、えー、汁が 150cc だとすると、1.5g ぐらい入っていることが多いんです。これに具をたくさん入れると、汁の量を半分以下にすることができます。ということは、まあ、単純に計算すると、まあ、半分、 えー、0 7 5グラムぐらいになるということですで。これにあと1品メインを足すとすると、まあ、例えばよくある朝ごはんでご説明します。白いご飯お茶碗1杯に具だくさんの味噌汁、そして卵焼きを1品添えます。すると、えー、トータルの塩分量は 1.65g で収まります。 2g 以内ですね。このように、品数を絞るということをしていただくことで、えー、塩分量を抑えることができます。そして、あの、高血圧を予防する食事の実践方法、3つ目は、よく噛んで食べるです。よく噛むだけで塩分が減らせるわけではないんですけれど、 唾液をしっかり出すことで味を感じやすくなるんです。濃い味付けが好きな方というのはご飯を食べるときおかずの味だけで食べていませんかご飯の味感じてるでしょうかパスタを食べるときソースの味だけで食べてませんか麺の小麦の味感じてますかよく噛むことでそういった素材の味にも敏感になってきて これまでのように濃い味付けではなくても満足しやすくなって長い目で見て減塩につながっていくということです。また、よく噛むことで早食いを防いで食べ過ぎを予防できるという点でもダイエットに効果的なのでおすすめです。では、高血圧を予防する食事の実践方法、もう一度復習します。 主食は白ご飯にする。混ては一汁一菜にして、おかずを食べすぎない。さらによく噛んで食べる。です。毎食この方法で食べるのは無理という方も、これまで塩分が高くなりがちな食事をしていたという方は、一週間のうちに一回でも二回でも三回でもいいので、 こういう風なスタイルで食べる回数を増やしていってください。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは3食しっかり食べて体型と健康を維持する食事法についてご紹介しています。この動画がいいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録していただけると嬉しいです。また私の3食の食事はインスタグラムやツイッターで毎日配信しています。 概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらもチェックしていただけると嬉しいです。